こんにちは、藤沢亮です。こんにちは、半田康弘です。今回も動画をご覧になっていただいてありがとうございます、はい、ありがとうございます。前回の動画の最後の方で、はい、まあ情報業界どうなのっていうところにまあ切り込みつつありましたけれども、はい、まあ、気になっていらっしゃる方が多いと思うので、うん、この情報業界って本当どうなのと、そして未来はどうなのと、まあ、現状と今後の未来というところを、まあ、私たちが感じるところをお話しさせていただければなと思いますけれども、はい、まずじゃあ半田さんは今この業界で、うん、まあ、健全かとかよく言われますし、うんうん、私たちも一緒に応援させていただいたパトリオットアフィレーター養成学校とか、ね、まあ、本当に健全化に向かうような塾学校というのが皆さんに共感していただける時代になってきてるなというふうには感じるんですけど、半田さんご自身は、まあ、この数年ご覧になっていて、うん、どういうふうに変わってきてるっていうふうに感じてらっしゃいますか。うん、そうですね、かなり以前、うん、まあ僕どうですかね、2年ぐらいですかね、うん、見てたのは、はい、うん、それ以前の話はまあちょっと聞くところによると、まあ、かなり怪しいページで、それでなんかもう詳細によってはなんだ、これを買うと50万ぐらいかな、50万ぐらい稼げますよっていうような教材があって、それを買うと、なんか消費者金融のリストみたいなのをったりとかしてて、あ、なるほどね、借りてくればお金稼げますよとかとか、なんか5万円ぐらいのものを買って、うんうんうん、で、まあ、文章がちょろっと数行書いてあって、うんうんうん、これと同じことやればあなたもすぐ5万円稼げますでしょうっていう、まあ、騙しもあったじゃないですか。そういう業界だったんですよね。まあ、そこからだいぶ進化してきて、はい、でも僕がやり始めた頃っていうのは本当に片手間で、うんうん、5分で、まあ、月100万円とか30万円とか、うんうん、コピペで1000万とか、うん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 、そういう話があって、うん、結構煽り系だったんですよね。流行ってましたよね、煽り系が、うんうん、でそういうのもだんだんされてきて、うん、で今本当にもう本質を極めていくっていうところじゃないかなって今は思ってますね、うんうん、もうやっぱ自分、僕も一番第1話で申し上げたように、うん、まあ、簡単にやっぱ稼げないじゃないですか、うん、そうですね、うん、じゃあその大学入るのにね、うん、ちょろちょろっと一夜漬けで学校入れますかって言ったら無理じゃないですか。じゃあなんでビジネスをそんな簡単に稼げるって思うのって話ですよ、うんうん、はい、うん、だから土台やっぱり自分の実力をつけるしかないじゃないですか、うん、そうですよね、うん、だからそういうのにみんな だんだん気づいてきてるなっていうふうに思うんですよね、うん、確かに、うん、だから簡単じゃないから、とにかくこう、ノウハウでも何でも、うん、やっぱしっかりとちゃんと学ん で、うん、で、りょうくんもね、はい、前回お話ししてたように、うん、3ヶ月とか、ね、うん、半年までいかないにしても、うん、全然収益ゼロだったんですよね。最初は全然ダメでした、うんうん、でもその間もずっと全力でやってたんですよね。そうですね、うん、だからもう本当2ヶ月目とかは、うん、500円出るオプトイン案件が3件ぐらい決まって、うん、よっしゃって思うけど、うん、1500円って普通まあセンターの吐き出して5000円からが多いんで、うん、そうですよね。パソコン上には数字は乗っかってるけど、うん、入金がないっていう。ああ、そうかそうか。だから成果報酬が来てよっしゃって喜んだものの、実際には入金が入らないっていう状態で、無給だっていうのがもう最初ずっと続きましたよ。だから本当やっぱ稼ぐって大変じゃないですか。ね、だからやっぱりそういう本質にちゃんとみんな気づき始めてるんじゃないかなって思ってますよね。だからこそやっぱり情報発信する側もしっかりとしたものを発信していかなきゃやっぱり淘汰されていくんじゃないかなって。だから自分自身の価値を上げていかないとやっぱり生き残れないなってすごい思いますよね。情報業界も要はそういう商品を作る側と商品を買っていただけるお客さんの方と、うん、はい、まあ、私たちもお客さんでもある場合もあると思いますけど、うん、そういう両方の質が上がってるっていう感じはありますよね。例えば、まあ、アクセサリーファッション業界だと、うん、まあ、昔は本当に例えばバッグとかも、うん、本当に質が悪くてもう5万円とかで販売してて、お客さんもまあよく分かんないから買ってたっていう、お互いが無知でお互いが、うん、分かんないみたいな状態から、今は本当に質があるもの、質の高いものをお客さんも選ぶようになってるし、作る側もやっぱりもうお客さんの心理をちゃんとしっかり捉えて価値あるものを作り込んでるじゃないですか。やっぱりそういうどの業界もどんどん進展、それこそ車業界もきっとそうですよね。本当にお客さんの知識もどんどん高くなってるから、本当利益をどんどん削っていって、その中でも
お客さんに価値を提供するために一生懸命頑張るみたいな感じになっていってると思うんで、上業界って今まさにそういう過渡期にあるかなという感じがしますね。お客様の方もやっぱすごく見る目が超えてるというか、この商材には価値があるかどうかっていうのを本当に一生懸命考えて、他の商品と見比べて購入してるから、昔のように A4 1枚でとか本当そういうのがいわゆるセールスレターでもうとにかく心躍るような言葉を並び立てて煽って売るっていう時代では全くなくなってるし、で業界がこれだけ大きくなってるから、いわゆるインフォトップをはじめとした大きな ASP の審査機関もすごく適正になってきてるじゃないですか。セールスレターも本当にちょっとした文言もここ直せあそこ直せって言ってくるし、だからもうそれがまさしくこの業界をどん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 素晴らしい業界に変えていってるなあというふうに僕も思いますね。そうですよね。で、結構その実力をつけるって、長くだらだら頑張んなきゃいけないかなって思って、そう、意外とそうじゃないですよね。短期的にガッと集中してやればスキルってだいぶ上がるじゃないですか。そしたらもうある程度稼げる実力がついていくのでね。だから本当にそういう嘘とかそういうのに踊らされず、ちゃんとしたものを学べば全然稼げますよね、これからもね。だと思いますね。ね、あとはやっぱり、どんな商品もそうだと思うんですけど、誇張したりとかよりよく見せるっていうのはどこの業界でもあると思うんで、今もこの業界も多少なりともあるとは思うんですよ。でもそこをちゃんと受け取る側が判断しないと、で情報業界って、これから教育産業になっていくと思うんですけど、っていうことは現在の教育産業でいうと、いわゆる東大に入るための塾とか予備校とか、と比べられると思うんですけど、彼らも彼らで東大合格何人とか、東大にたった3ヶ月での勉強で入れましたとか、それは嘘じゃないにしても、ある特定の成果のすごい成果を出した人を取り上げて、でもそれを宣伝に多くの人を誘引したりはするじゃないですか。それありますね。だから多分これからも情報業界もそういう形の表現っていうのはなくならないと思うし、それは嘘ではないわけだから、マットなビジネスかなとは思いますよね。でも本当にそういう予備校とか塾に入って本当に東大に入る人っていうのは、その塾や予備校が素晴らしかったっていうよりも、結局は最後本人がどれだけ努力したかっていうところではあると思うし、とはいえ、じゃあどんな塾でも予備校でもいいのかっていうと、そうではなくて、塾も予備校もお互い切磋琢磨して努力して、とにかく価値提供を上げていくってことをしていくからこそ、その中で本当に素晴らしい学びを与えられるところが生き残っていくっていう形になっていくと思うので、そういう意味では情報業界の塾もやっぱこれだけ口コミの時代なんで、価値のない情報を提供しているような塾っていうのはどんどん衰退していくだろうし、逆に価値の高いものを学びを与えるような場所っていうのはどん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 生き残って多くの方に支持されていくんじゃないかなと、ですよね、思いますよね。だからこれからまずまだ塾に入ってらっしゃらない方は、本当に自分の目で見極めるってことが大事ですよね。本当にそれが価値あるものなのかどうかっていうのは。でもこの業界って悪しき文化として叩く系がいっぱいあるじゃないですか。ありますね。半田さんも叩かれてますよね。僕もね、叩かれてますね。僕も叩かれてますけど、ああいうの見始めるときりないし、どんどん精神がすさんでいくんで、ああいうの見ちゃうとね、自分が行動しないことを正当化しちゃうんですよね。やっぱりこれ詐欺なんだとかつって、本当はそれを信じて頑張りたいのに、ちょっと自分の中自信がないから、それが詐欺だよなんだよって言ったことを見て安心しちゃうんですよね。そうですよね。だから見ない方がいいんですよね、あんなのね。絶対に絶対見ない。だから自分がちゃんとレターとかセールスレターとか、あとこういうふうに対談動画とかを撮ったりとかして、そういう人となりとか、やっぱりその、ちゃんとしたこと言ってるなっていう風な感性を磨き上げるって、そういうことも大事だと思うんですよ ね、 ですね。見る目をつけるってね、言ってくれたんですけども、そうやって自分自身を高めていって、でそれでよしこれだっていうものを やれば、それに対して確信を持ってやれば、もう絶対稼げるようにはなりますもんね。であとはその本当に前回も申し上げたんですけど、確信力で、確信を持つためにはそのノウハウの素晴らしさもあると思うんですけど、誰から学ぶのかっていうのはすごいありますよね。その人が信じれなかったら、
頑張れないもんね。そう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 、こいつ俺らのこと騙してんじゃねえかなってちょっとで思ったら、うん、そのノウハウだってこれまで騙しじゃねえかって思っちゃうもんね、うんうん、だから本当に心から信じれる人を見つけるっていうね、うん、ことだと思うんですよね。そうですね、うん、やっぱり学ぶ先、学ぶ相手っていうのは、うん、本当に共感し合える人というか、うんうね、本当に心から信頼して、うん、この人のことを尊敬できると思う人じゃないと、ね、うん、辛いですよね。そうそうそう、と思います。やっぱ疑いがあると、うん、もう最大でパフォーマンス発揮できないからね、うんうん、そうですよね、うん、そうそうそう、これだ、もうこれでこれとにかくこれにやるっていうね、うん、かけれるぐらいの人を見つける、うん、それが一番かなって、うん、でその人とつながるにはお願いしますお願いしますじゃなくてやっぱある程度対価を払ってね、うんうん、それでお金をちゃんと払うような人は覚悟を決めれるっていうことにもつながるじゃないですか、うん、だからそういう人にはね、我々としても応援したくなるじゃないですか、うん、やっぱそういうのがそれが信条ですよね。そうですね、あ、うん、自分らがなんか商品出してたのを買いもしないで教えてくださいって言ったって、それはね、うん、まあまあそれはそう、ね、教えないけども、なんか自分が出すコンテンツとか商品を買ってくれたら可愛いじゃないですか、うん、まあ、可愛いって言うとちょっと偉そうですけどもなんかこう、まあ、サポートしてあげたいとかやっぱ当然思うじゃないですか、うん、まあ、それは人ですからね、人ですからやっぱ、うん、やっぱビジネスは本当人なんで、人対人なんで、そこをちゃんと理解してやっていければ絶対勝てるんですよね、うんうん、そのネット、確かにネットを使ってるから、あのパソコンに向き合ってるけども、うん、そのパソコンだっていうふうに、ね、思うんじゃなくて、そのパソコンの先にちゃんと人がいるんだっていう認識でやるってことが大事ですよね、うんうん、大事ですね、ね、うん、本当、まあ、最近どん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  O2O、 いわゆるオンラインからオフラインへ、オンライン to オフラインっていうふうによく言われてますけど、うん、まさしくそういう時代になってきていて、うん、まあ、オンラインっていうのはきっかけでしかないと、うん、まあ、レバレッジ効かせて、うん、まあ、オフラインでずっと会っていくには難しいような人たち、うん、多くの多数の人たちとの出会いの場があると、うん、でもそこから先は本当にオフラインでこうやって対面と向かって、うん、人間関係を築いていくっていうことがすごく大事だし、うん、それはもう横いわゆるこういうあの友人関係としての横の関係もそうだし、うん、あるいは師匠と弟子というような縦の関係もそうだし、どこもやっぱりリアルであっていって、うん、どん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 人と人との交流をしていくっていうことはすごい大事ですよね、うん、そうですね、うん、ちなみに半田さんはこれからこの情報業界でどういう形 の、 あのビジョンを描いてらっしゃるんですか。どういう収入を得て、どういうふうな、あ、例えばですけど有料のアフィリエイトを大きくしていくのか、オプトインをいっぱい紹介していくのか、あるいはご自分の塾をやっていくのか。そうですね、まあ、一通り全部やったので、うん、有料も無料のオプトインも全部稼げるようになったし、うんうんうん、あとは塾をやって、うんうん、それをお仕事さんにも稼いでもらってっていうのは、うんうん、まあ、一通りやったんで、うんうん、あとは自動でね、うんうん、ほったらかしでやっぱ収入が入ってくるようなシステムをもうちょっとちゃんと分厚くしたいなと思ってますね。あのステップメールをいくつも用意するだとか、うんうん、そういったこと で、うん、でそこにあの要は集客、教育、うん、販売じゃないですか、うん、はい、ね、だからその集客の部分もこう自動化のツールとかいっぱいあるんで、うん、それも自分自身もやるし、うん、あとはお弟子さんも結構いらっしゃる、うん、いてくれるので、うん、そういった人に任せて、うん、でやってもらったりとか、うん、まあ、もう当然その人にもね稼いでもらいつつ、うん、でそこからステップメールが流れて、うん、で信頼関係が要は構築されていくわけですよね、うんうん、で本当に自分 に興味がある人、うん、そして自分の提供する、まあ、あのコンテンツに価値を見出してくれる人が、うん、まあ、残ってもらって、うん、その人がずっとこうファンで居続けてもらって、うん、いつまでもこう、まあ、商品を買い続けてもらえるようなと、うん、いうそのちゃんと分厚い柱をね、うん、作ってで安定収益を得たいなっていう。なるほどな。でそれをやりつつ、うん、僕は本当にもともとの目標は、まあ、実業家、うん、孫正義さんみたいな、はい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 、あれぐらいビッグなことやりたいなと、まあ、ちょっとあの人は天才すぎるんで、うん、まあそこまでいかないとは思うんですけど、うん、まあ、そういうなんか事業を起こしたいですよね。ですね、具体的に何かあるんですか、こういう事業。いや具体的にはないんで
ですよね。ただ孫正義さんの株主総会の時に、行かれたんですか？ソフトバンクのね、行って最前列のど真ん中に座って、でみんなあの質問するんですよね、来年の展望はどうですかとか、要は株が上がりますか下がりますかっていう、それでいいと思うんですけど、僕はその中でみんなが普通にそういう質問してる中で、孫さんっつって、僕は孫さんに会いに来ましたっつって、で僕は孫さんみたいな実力家になって、孫さんと一緒に仕事をするのが夢なんですみたいな感じで熱く語ってたんですよ。すごい。おいいね君っつって、じゃあ今度一緒に頑張れるように、一緒に仕事できるようになってよっつって、いいじゃないですかそれ。名前なんていうのっつって、ちょっと覚えてもらったりとか、まあ忘れてると思うけどね。うん、そんな感じのね、なんかすごいそのまあ事業を起こしたい、その事業としてはやっぱりその、まあ世のため人のためみんなのこう役に立ちたいなっていうのがあって、だからその手段ってあんままだ僕の中にはないんですけど、まあたくさんの人を成功と笑顔に導くっていうね、ふうなことを考えてますよね。なるほど、いいですね。多分ね、最初のうちは稼ぎて稼ぎてって思うんですけど、最終的にはもうそんなんどうでもよくて、いかにこう人の役に立つか、で人から、まあ、人の、まあ、笑顔をどれだけ増やせるかっていう、そういうことだと思うんですよね。そういう風になっていきたいんだけど、ごめんね偉そうなこと言っちゃって。いや共感します。僕もやっぱり力もそうなの、多くの方に笑顔を届けたいとか、それは変わらないですからね。まあもともとその前回かな、前回の動画でお話ししたように、もともとは自分が音楽活動することによって5万、東京、例えばですけど東京ドーム5万人のファンを集めて、で自分の歌や自分のメロディーとか自分の楽曲が多くの人の心を動かしたりとか、多くの方を勇気づけたりっていうところを目指してましたけど、今はちょっとそことは形は変わりましたけど、やっぱり同様に東京ドームに5万人の個人で稼げる人間を集めたいと思ってるんですよ。でそこでそれこそ私から派生した、まあ、自分のノウハウとか自分のこのマインドとか自分のこの思考を継承していただいた皆さんが、本当に個人の力だけで稼いで、会社に依存することなく生計を立てられている、そんな仲間を5万人集めて、東京ドームでもう時代の核兵器、この新たな時代で本当に人生を変えられた喜びをみんなで分かち合って祝杯をあげるっていうのが夢なんです。あ、いいですね。だから本当にそこに多くの笑顔があるっていうことをすごくビジョンとして描いていて、でまあ、そこに賛同していただいている方は本当その東京ドームに私も参加しますって多くのメッセージいただいているので、もうこれは自分の夢ではなくて、もうすでにその船に乗っかっている方がいっぱいいらっしゃるということで、責任を持ってそれを成し遂げないといけないと思って頑張ろうと思ってますね。いいですね。やっぱね、モチベーションは最近だんだん変わってきてるんですよね。昔って生きるためにお金をもらってそれで頑張るっていうの感じなんで、今もう裕福、みんな裕福じゃないですか、ある程度。だからそのお金もらって頑張るんじゃないんですよね、人に役に立つっていうことが一番の幸せっていうかね、それがやっぱりね、生きがいというか、だんだんそうなってきてるから、多分みんな動画を見てる人も同じように共感すると思うんですよね、今りょうくんが言ったようなことっていうのは、なんかすごいなって思いますよね。そうだ、まあある程度こうやって具体的に描くと、結構僕はあれなんですよ、寝る前とか朝起きた直後とかに、頭の中に東京ドームに5万人が集まってる映像よく浮かぶんですよ。でそこで自分が郷ひろみのようにぐわーっとこう、郷ひろみじゃないかな、よくコンサートとかで東京ドーム、まあ、ジャニーズとかこう飛んだりするじゃないですか。なんか、まあ、余興ですけどね、エンターテインメントとしてそんなこともできたらいいなーなんて描いてると、まあ、それこそモチベーションが下がることがないですよね。まあ、本当にまあこれだけ稼げるようになっても、やっぱりそう作業は面倒くさく感じたりとか、まあ、それこそこう2チャンネルとか、そういうサイトに藤沢亮は詐欺だって書かれたりとか、嫌な思いはやっぱりあるんで、ありますよね。まあ、そういう時になんかそのモチベーション下がりそうになる時も、いや絶対俺は5万人集めるんだっていう思いがあるから、ずっとやっぱ継続できてるっていうのは素晴らしいですね。ありますけどね。ね、
ぜひその夢をね実現しましょうよ。ぜひぜひ半田さんも一緒にじゃあ宙を舞っていただけますか。ああもちろんですよ。僕は江頭2時50分みたいにこう飛んでいきますよ。会場でゴーって感じで。東京ドームっていくらで借りてるのかな。多分そんなに難しくはないと思うんですよね。あの事業として、まあ、それこそ別にそこで僕商売しようと思ってないんで、うん、そこでなんか高額の塾を皆さんに買っていただこうとかと全然思ってなくて、うんうんうん、それこそみんながみんな自分の喜びを分かち合えるように、うん、あのお互いの、 あの成功を称え合えるように例えばみんな会費制で1万円寄せ集めてみたいな感じで、うん、それぐらいでいけますよね多分、うん、いけますよね、うん、5万人だったら5億円か、うん、5億円になりますもんね。あ全然いけますね。余裕でしょ。1000円できるかな。そうだからそろそろ、まあ、今までは本当に漠然としてというかある程度そういう夢として描いてきたんですけど、うん、本当にそこに共感していただける方が増えてきた今それをこう現実に落として具体的にじゃあいつどこまでに何をやってとか、うんまあ、今こそその会場費をどうやってペイしてとか、うん、っていう具体的なプランまで練っていこうっていうようなステージに入ってきてるんで、うん、本当ワクワクしてますね。おいいっすね。まあでもここのマカオだとあれですよね。もうこのギャラクシーとかもなんかこれいくらかかってる1兆円ぐらいかかってるのかなぐらいの本当かっこいいよねギャラクシーすごい施設なんで、まあ、こういうところで非日常というか東京日本で味わえないような空間の中でそのお金が生み出すダイナミズムみたいなものを感じるとやっぱり小さくまとまってちゃいけないなと思うし、まあ、例えば今の5万人集めたいって僕のようなビジョンもバカにするような方もいらっしゃるのかもしれないですけど、まあ、僕はやっぱりそういう大きなビジョンを持つことが自分自身のモチベーションを上げて自分自身を動かしてくれるし自分の周囲にいらっしゃる方も一緒に動いていくことになるんじゃないかなと思っていて、まあ、それこそ本当こういうギャラクシーみたいなところを、ね、そうですね、作り上げるってことも個人として全然無理じゃないしそういうビジョンを持って多くの方の賛同を集めてやっていくっていうのが、まあ、これから、まあ、多くの過去を振り返っても歴史を動かしている人っていうのは本当に周囲の人たちをいかに動かせるかでしかないと思うんですよね。人を動かすっていうカーネギーの本もありますけど、なりますね、うん、本当にそういうあの、うん、ビジョンを持った人たちが賛同し合って生きていくっていう時代、これからの時代は本当に共感の時代に入っていくと思うんで、まあ、それこそ情報で人と人を結びつけ合って、生きていく時代に入っていくと、まあ、そんな中で、皆さんがそれぞれ情報をしっかり受け取って、うん、自分の力で判断してやっていくという時代に入っていくのかなと思うんですけどね、うんまあ、そんな中でだから、まあ、今回の動画は別にこれプロダクトローンチでも何でもないんであなたに何か売りつけようとか全く思ってないんで、まあ、よくこういう動画って最後に必ず何か売ってくるっていうのはありますけどね。もう本当ここは本当に、つい先ほど、うん、マカオで、まあ、ちょっと時間あるから対談動画でも撮ってみようかみたいな感じで始まったようなそうですね、感じではあるんですけど、でも、まあ、こういうところからもう価値を感じ取っていただいて、うん、本当人生を変えていただくきっかけに なればいいなと、うん、そうですね、うんうん、やっぱ自分でね本当稼げる力を持てる人がたくさんいればね、うん、すごい素晴らしいなと思いますよね、うんうんうん、やっぱ自分で稼げるようになったらすごいなんだろうその自信もつくし、うん、自由な時間が何よりね、うんうん、で僕もやっぱ子供いますけど、うん、リョウ君も子供いますけど、はい、もう今しかないじゃないですか、うん、あの瞬間ってあのちっちゃいあの瞬間ってそうなんです。もうしかも一瞬でしょ、うん赤ちゃんの 1年って我々の10年に相当するっていうね。そうですよね。だからもうそれ、うん、とにかく会社行ってたら、うん、もうありえないじゃないですか一緒にいることが、うん、でしまいにはなんかお父さんが帰ってきたら泣き出しちゃう赤ちゃんもいたりとかね、うん、っていうぐらいやっぱこう接してなかったらなんかもったいないじゃないですか、うん、単身赴任とかももう超ありえないじゃないですか、何のために会社行くんだっていう話ですよね、うん、だから本当に食べていくためだけじゃないよねって、うんうんうん、人生やっぱ楽しまないとすごいますよね。一昨日ですか川島和正さんともお会いしましたけど、ね、本当に人生を楽しんでるなっていうのは伝わってきましたよね。そうですよね。ずっと笑顔で、ね、もうとにかく楽しむ楽しむっていうことしかもう言葉に出てこない。ビーチとね
ビーチと音楽と、まあ、いわゆるね、みたいな。ほんとね、だから余計なストレスを感じるようなことは一切しないと。まあ、もちろん、そこに行き着くまでは、お金を目指して、ストレスを感じるようなことでも徹底して短期間でギャッとやって、で、稼げるようになったら、もう稼ぐことを考えないで遊ぶと。そうね、いかに楽しむかっていうことしか考えないと、でその遊びがお金になることしかやらないと。だから情報発信は彼にとってはもう遊びのような感覚で人に教える、伝えるっていうことは本当に人生を彩ると。だからこそどん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 自分は毎日欠かさず情報発信をして人に伝えることに喜びを見出して、でそれがお金になってるって素晴らしいですよね。本当だから、もともとずっと川島さんにも憧れてましたけど、今回この香港マカオの旅で、彼と会ってこうしてまあマカオでこうやって、ね、素敵なライフタイムを一緒に送らせていただいて、まあ、いやもう本当に人生って楽しむためにあるんだなっていうことを感じましたし、その道に行くためには情報業界って、まあ、ここしかないんじゃないかな。最も効率いいですよね。感じがしますね。労働効率がすごいですよね。特に本当個人で一人でパソコン一台でできちゃいますからね、よく言われますけど、そこには全く誇張もないし、そうですね、こうやってこっちに来てても、それこそこのホテルの中の Wi-Fi ですぐに情報発信できちゃいますし、世界中どこ行ってもどん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 今インターネットのインフラ整ってきてますから、情報発信のメディアさえ作っていけば、自分が楽しみながら情報発信することがお金になっていく時代ですもんね。そうですね。僕もだから先月ハワイに行きましたけど、本当まあ4月の頭ぐらいに行ったんですけど、本当数日で旅費をほぼ稼いでしまう。そんなことできちゃいますもんね。ハワイで数日で稼いじゃったっていうね、そんな感じもできちゃいますもんね。本当組織の中で嫌な上司とかやっぱりこうどうしても付き合わざるを得ないですもんね。まあ、組織の中にいたらなかなか反抗できないし、部署なんて簡単に移れないし、自分がやっぱそこに生きてるっていう実感を感じにくいじゃないですか。例えば最終的な決定権っていうのは全て上司に預けられるから、自分がいかに決断してもそれが最終的には上司に覆されちゃったりとか、もう上司の言うことに徹底して従わなきゃいけないようなことっていうのはたくさんあって、そこに不条理感じたりとか、本当に今に見てるよっていうような気持ちでいらっしゃる方もたくさんいらっしゃると思うし、もう私はもう少なくともそうでしたからね。本当そのウイスキーを革靴で飲みながらも今に見てろっていうギャフンと言わしてやるっていうような気持ちで思ってましたから、まあ振り返るとああやって鍛えてもらったことが人生を本当に変えてくれたっていうふうに今となっては感謝してるところはありますけど、人生は無駄はないからね。そう思います。無駄はないし、全てが自分の成長の機会でもあるからね。それは必要だったんで、必要だったと思います。だから12年間サラリーマンしてましたから、まあこの12年間無駄だったって思う時もありましたけど、でも結果的に今こうやって個人の力で稼げるようになって、自由も得られるようになった時に、やっぱり12年間電通で頑張れたことが今につながってるなっていうのはすごく思いますから、だからまあサラリーマンで今苦しんでらっしゃる方も、その苦しみが必ず未来につながるっていうふうに、将来の明るい展望をね、描いていただければと思いますよね。もう幸せで健康で、もうやっぱりストレスが一番病気に、直結しますからね。がんにしても何にしても、だからそれストレスフリーじゃないですか、ね。だからもうぜひね、こういう風に稼げるようになって、共にストレスフリーな生活をね、送れたらいいんじゃないかなって思いますよね。思います。はい、ということで、じゃあ、情報業界っていうところに関しては我々の見解はこんな感じ で、で、まあ、じゃあその情報業界にあなたが入っていただくとしたら、あなたが成功するためにはどうすべきかというところを、じゃあ次回の動画でお話ししましょうかね。そうですね。はい、はい、ということで、今回の動画も最後までご覧になっていただいて、本当にありがとうございます。